埼玉県出身、高校2年生、遠藤理子です。今日は犬と触れ合うためにあるところに来ました。ここです。大福くんが膝に乗ってくれて、ちょっと独占欲が強めで痛くなってたんですけど、すごく可愛かったです。今日はこの公園でお散歩をしに来ました。私は小さい頃から動物が大好きで、犬を飼っているご近所さんの家をピンポンして、よくワンちゃんと遊ばせてもらったりしていました。私は今回、なぜ恋をしてこなかったんだろうを演奏させていただきます。この曲は約1ヶ月間ほど練習してきました。1ヶ月でこの曲を完成させるのは、最初はすごく不安で、もう少し簡単なものにしてみようとも思ったんですけど、チャレンジしてみたくてこの曲を選ばせていただきました。練習1日目です。今日はスタジオを借りてドラムを練習しに来ました。今日はスタジオに練習しに来ました。今日はドラムの本番の動画を撮りに来ました。この桜坂というグループには他のグループにはない魅力がたくさんあって、自然と目で追ってしまっていて、気づいたら桜坂が大好きになっていました。桜坂への思いを込めて叩きながら、約1ヶ月間練習してきた成果をお見せできるように頑張ります。私は小さい頃はすごく静かな子供でした。小学校が同じで、中学は別の友達がいるんですけど、その子に久しぶりに会って、笑わない子だったよねって言われました。それくらい笑うことも少ないような子でした。でも最近は笑うことも増えて、喋ることも増えて、前よりも少しは自分の言葉を好きになれたなって思っています。私は、私みたいな子が自分のことを見た時に、ああいう風になりたいって憧れてくれるような存在になりたいなって思っています。